スイちゃん見て。誰？星が揺らいで夢は見ていたいの。だって僕は星だから。星だから。どうどうどう。せやせしてや。どうか。もうねみんなそのイメージしかないって言っておりますよ。でもさ、それがありつつ、本気を聞いたら、もう、うますぎて鳥肌立ったって、ほらね、評価上げてるわ、逆にね。逆にね。うん。それでいいのか、お前は。でもさ、あの歌い方できないもんだって、あんな。いや、まあ、みこちは確かにそういう系じゃないの。いや、観葉植物なんか買ってたの？そう、なんか、あったらおしゃれかなって。緑を見ると人はいいって言うじゃん、健康になるというかさ。あーね、スイちゃんさ、なんかね、飾り物を置かないんだよね。人形いっぱいあったやんけ。待て、確かにそう、そう、確かにそう、人形はたくさんいた。これね、これね、すごく可愛いでしょ。そう、人形がたくさんいた。でも、あれは違うんです。なんならクリスマスの日に、なんか人形にクリスマスの帽子かぶせてたもんね。可愛いでしょ。お兄ちゃんが買ってきたの。それは、そう。で何違うんです。なんかあれは不可抗力なの。あ、お姉ちゃんが買ってきたからね。そう、そう、あれはお姉ちゃんが上がってきたから。うん、スイちゃん不可抗力なの。これはそうだね。そう、可愛がってるけど、可愛くて、うん、ねえ。痛っ。